返さないことを仮パクって言うんですけれども。はい、どうもこんにちは、ごっぱちです。今日ご紹介するのはこちら、ファミコンソフトバンゲリングベイになります。はい、これは私、昭和50年生まれなんですけれども、ちょうど小学校の4年ぐらい、だから昭和60年か61年ぐらいに発売されたソフトなんですけれども、当時はね、今みたいにインターネットを通じて体験版をダウンロードしてどういうゲームかっていうのを実際にね、ちょっとだけお試しでやったりですとか、あとインターネットとかはまだなかった状態だったんで、ゲーム実況でどんなゲームなのかっていうのが、なかなか把握できない状態だったんで、ソフトを買うっていうのはね、ある種、くじを引くというか、まあ一種のガチャみたいなもんだったんですけれども、実際にこのゲームは面白いのか面白くないのかっていうのは、買って、家のファミコンに挿してテレビでやるまでわからないっていう状況だったんですよね。で、友人確か持って実際にそのうちでやってたのを数回見たことあるんですけど、それほど私の心にこうときめくようなソフトではなかったんで、まあガン無視してたんですけど、最近ブックオフで見かけたので思わず買ってしまいました。で、このソフトの思い出、これもしかしたら本で読んだのか、実体験の伝聞なのか、ちょっと思い出せないんですけど、このソフト、よく、仮パクって何か、仮パクっていうのはですね、まあ、借りたまま返さないことを仮パクって言うんですけれども よくそういう目に遭うソフトっていうのがこのソフトの印象なんですよね。ゲーム内容よりも、むしろバンゲリングベイは仮パクされるソフトっていう、そんなイメージのするソフトだな。ソフトの印象が僕の中では強いんですけど、ちょっとね、時間があるので、このゲーム実際に試してみたいと思います。はい。じゃあ、実際にゲームカセット、ちょっと下にゲームのファミコンがあるんですけれども、こちらを置いて、やってみます。これ、刺して、今手元にね、実際にゲーム機あるんですよ。これね、ちょっと今、手元で、しっかり刺した上で若干平行に浮かして、これでポチッと、まだ甘いな。これだ。あとはしっくり。はい、じゃあ、画面切り替えます。という感じなんですけれども、あれ？はい。で、ちょっとね、取説がなく、ソフトだけだったんで、ウィキペディアとかでチェックして買ったんですけれども、はい。で、最初この、母艦からヘリコプターを飛び放つところから始めます。A ボタンを押すと、プロペラが回り出して、で、これね、わかりづらいんですけど 右ボタンを押すと右に旋回、左を押すと左に旋回、で、後ろを押すと交代になります。で、A ボタンが、ミサイル。で、B ボタンが、下にね、地上にいる、こういう基地を
これ基地なんですよね。これ基地を爆撃するためのものなんですけど、これで爆撃できましたと。で、爆撃したら、まあ、母艦に、戻るんですけど、この着陸がね、難しいんですよ。はい。で、今、工場を壊すための爆弾、今 B の9と書かれてるんですけど、この爆弾補充できたらまた、はい、工場を壊すと。あれ？壊せなかった。ちょっと戻りますね。警告が。補充できたんで、こういうふうにたまに母艦周りで。これでだいぶ落ち着いたね。で、もう一回。来ないのか。じゃあまた、また後ろ。あれ？これは壊せないな。あれ？あ、はい、補充完了。離陸。当たった。
奇跡。これで補充してもう一回。ってな感じで遊ぶゲームなんですよ。はい、こんな感じのソフトになります。はい、ちょっとね1回目で終わりにしますが、はい、こういうゲームになります。まあ至ってシンプルなソフトだと思うんですけれども、どうもこのゲームにはエンディングみたいのがどうもないみたいで、 YouTube で探してもエンディングに当たるような動画が見つからないっていうソフトになるので、どうなんでしょう。僕はたまたまブックオフで250円で思い出買いをしたんですけれども、今やるべきソフトかっていうとそうでもない気がします。はい、そんな感じの動画になります。はい、そんな感じのゲームソフトになります。はい、よかったら時間のある方はぜひブックオフとか、あと中古ファミコンソフト屋で探してみてはいかがでしょうか。ではこの辺で失礼したいと思います。よかったらチャンネル登録、あと高評価もよかったらよろしくお願いします。あとコメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。ではこの辺で失礼します。さようなら。